B2 屈指のポイントガード石川海斗、12番野崎レイヤ、22番ジェレミー・ジョーンズとなります。敷いていますね。やはり本日オンザコートゼロでサイズが低いところを守りたいところですが、ただいまのシュートはエヴァンス・ルーク、ドリブルをしながら狙っていく久岡、ここは外合わせるがターンオーバーとなる。石川からアシスト、最後はジェレミー・ジョーンズです。笹山中で合わせる、クエリから大外林、さあこのシュートが決まりました。中京大学出身の林英治、山内とピックアンドロール、外マークバートン、スリーポイントシュート、さあ深いところからしっかりと決めてきました。さあ激しい FE 名古屋のディフェンス、最後はマスコワンオン仕掛けるか、外バートンディープスリー、さあ2本連続のディープスリーを決めてきましたマークバートン。さあここ流れをつかみかけている東京 Z、 加点できるか栗原、山内のミドルシュート、このシュートが入りました。ランダルがリバウンド、石川からランダル、自ら来るか中で合わせてエヴァンス・ルークがバスケットカウント、広げます、ワンオンか自ら打ってくるがこれはブロック。さあ野崎へ中で合わせて最後はランダル、外栗原、さあスペースを取ります、どう狙ってくるか、ここは得意のスリーポイントシュート、さあこのシュートが決まりました。外の栗原へ、坂井との通面ゲーム、コーナーで朝山内、さあこのシュートが入りました、スリーポイントシュートを決めた山内。マークバートンへ、さあ野崎がマッチアップしている、ここは抜いて自ら行くか、ダブルクラッチ気味シュートを決めてきました相馬。さあ誰でもスリーポイントがあるこの布陣、中で合わせる、最後はジェレミー・ジョーンズ。最後はジェレミー・ジョーンズだ、スリーポイントシュートを決めてきました。ルークのところ10のが狙っているが、最後林ショットクロック残りわずか、さあリバウンドはジェレミー・ジョーンズ、押し込んできました。さあ岡へボールを渡し、人数が揃うまで少し待ちます。さあ山内、ダンクシュートを決めてきました。宮崎からストックマンジュニア、中タップシュートを決めてきました。さあここで試合終了となりました。